初春は、日本海軍の初春型駆逐艦一番艦である。日本海軍の艦船名としては1907年11月、マニラ湾で米軍機の空襲を受け沈没した。大海装前の小人、初春1921年のワシントン軍縮条約で、大型艦の建造が制限された日本海軍は、大型、重武装の補助艦艇の充実を図り、 1928年から基準排水量1680トンの吹雪型駆逐艦を収益させ量産した。欧米列強は日本の造船技術力を警戒し1930年のロンドン海軍軍宿会議で新たに1500トンを超える艦に保有制限を設けたが新条約で補助艦艇の制限を想定していた日本海軍は1400トン級で 吹雪型に匹敵する軽量、重物装の新駆逐艦の建造を計画し、藤本菊を造船大佐が設計を担当した。これが、初春型である。1931年5月14日、滑翔第59号駆逐艦として、佐世保交渉で寄港。1932年8月1日、初春型駆逐艦三隻に初春、コピー。 若葉の感銘が与えられ、初春は1933年2月27日に浸水した。しかし8月、重兵装と軽量化が災いして、甲子運転中に復元性能が著しく低いことが判明した。初春は9月30日、二番艦守備と同日に、竣工し、一旦海軍に引き渡した上で、復元性能を回復させる。 バルジの増設工事を行った。ところが1934年3月に、ともつる事件が発生し、バルジ増設後も、初春とコビの復元性能が不十分と判明した。このため、両艦は2番手法を撤去して後部に移すなど、大規模な上部構造の改装工事が行われた。9月27日に4番艦初も10月31日に3番館、若葉が竣工。 第21駆逐隊に同系1から4番艦が揃ったが、初春型の量産は打ち切られた。さらに1935年9月の第4艦隊事件が発生したため船体を補強する大規模な工事が行われた。この結果、最大速力が3ノット低下したが、ようやく水雷船体で活動可能な性能を整えた。 1940年9月27日、牧野丹少佐が艦長に就任した。南山の末に誕生した初春型6隻は、1941年12月8日の太平洋戦争開戦時は、前線任務から外れ、いずれも第一艦隊、第一水雷戦隊に所属して内海に待機した。しかしすぐに激戦地に投入され、戦争末期まで活躍した。 海戦を内海で迎えた第21駆逐隊は12月21日、第27駆逐隊とともに、新珠湾攻撃を終えた第1航空艦隊と、父島沖で合流、内海まで護衛した。1942年1月、輸送船団の護衛を命じられ、ダバオに入港した。1月24日、第1根拠地部隊の指揮で、スラウェシ島ケンダリの攻略作戦が実施された。 第21駆逐隊は増援として、後から県大に向かったが、25日朝に、初春が21ノットで航行中、第1根拠地部隊機関の軽巡ながらの右舷中央部に衝突した。初春は、第1砲塔から全部が壊れ、ながらの損傷は軽かったが、重傷者2名を出した。初春は、若葉と小尾に護衛されて、ダバオに戻り、前線任務から外れた。 5月20日に第21駆逐隊は北方部隊に編入され、軽巡洋艦、アブクマなどと共に永久攻略部隊としてエール作戦に参加した。永久攻略部隊は5月29日に川内湾を出撃。6月7日夜にアッツ島、ホルツ湾外に到着し、8日には同島のチチャゴフを占領した。アブクマ及び 第21駆逐隊は6月10日にアッツ島を離れた。コビを除く第21駆逐隊は6月13日に英部攻略部隊に編入され、同日キスカ島到着。6月22日、第21駆逐隊はアガッツ島で水蒸気部隊と合流。7月5日に初春と若葉はキスカ島へ向かい7日に到着した。7月10日、 アブクマ、第6、第21駆逐隊で護衛隊が編成された。初春は、水上戦闘機や特殊戦工程などを、キスカ島へ運んできた、水上規模艦、チオラを護衛して7月12日に、キスカ島を出港。文後水道で、チオラと別れ、7月21日に、横須賀に入港した。8月4日に、 初春と、アブクマは、横須賀を出港し、8月6日に、大港に到着。8月7日、初春は、キスカで、アメリカ潜水艦の攻撃で損傷した、駆逐艦、白縫いの開港時の護衛のためキスカ島へ向け出港。しかし、8月8日に、アメリカ艦隊が、キスカ島を砲撃し、北方部隊指揮官は、第一水雷戦隊などに、カグマ別湾進出を、 命じた。初春は8月10日にカグマ別湾に到着。8月12日、カグマ別湾に集結した艦隊は出撃した。しかし、同日日本の本土東方で、不時着推定を発見したとの報告があり、連合艦隊はアメリカ機動部隊出現と判断。北方部隊の主体、護衛隊も南化して策的に従事することとなった。 しかし、結局何も発見されず、北方部隊の主体、護衛隊は8月16日に、大港に入港した。推定発見は誤報であったものと思われる。8月25日、ラバウル進出を命じられた、富士山丸を護衛して、大港を出港。8月28日に、トカ島東部のナザン湾に、敵巡洋艦等発見の報告があり、8月29日に、 北方部隊の主体などが大港を出港したが、台風のためカグマ別湾に入り泊。富士山丸護衛中の初春はカグマ別湾への進出を命じられた。9月3日には今度はロゴ第62潜水艦が巡洋艦等の発見を報告し、主体などは再び出撃。初春も9月8日にカグマ別湾を出港して主体に合流したが、 陸軍のアッツ島からキスカ島への移住協力のため9月11日に分離され片岡湾経由でアッツ島へ向かった途中から越冬資材を運ぶ日両丸を護衛して9月15日にキスカ島に着いたものの移住に春風は不要となり翌日伊水丸を護衛して出港し大港に帰着した監視邸からの敵味方不明の飛行機発見の 報告を受けて9月30日に主体及び、護衛隊は、大港から出撃するも、特に何もなかった。初春は、駆逐艦、朧とともに、キスカ島への弾薬等の輸送を行うこととなり、初春は10月6日に、大港を出港して、横須賀へ向かった。10月11日、初春と、朧は、キスカ島へ向け、横須賀を出港。10月17日、 北緯52度17分統計178度08分、北緯52.283度統計178.133度、17 52.283178.133の地点で、アメリカ陸軍航空軍の B-26 爆撃機6機の攻撃により、朧は撃沈され、初春も損傷した。初春は、 後部爆雷投射機付近に被弾し、輸送弾薬が誘爆。二三番砲塔が使用不可能となったが、指揮会には、被害がなく一番砲塔と 40mm 機銃で、応戦した。初春は、戦死者二名、負傷者14名を出し、また、おぼろ生存者17名を収容した。アメリカ側は一機が撃墜されている。初春は、バラムシル島へ向かったが、 その途中の10月20日に悪天候で両元の推進軸が折れ航行不能となった。初春との合同を命じられていた駆逐艦、若葉が同日合同し、初春を栄光。10月21日からは駆逐艦、初下に護衛され10月25日にバラムシル島カグマ別湾に着いた。その後は球艦艦、室戸に栄光され、11月6日に、 マイズルに到着した。ほぼ一年がかりの大修理は、同時に2番砲塔を撤去して2 5ト、mm、ル連装機銃と3連装機銃を増設、91式水中端心理の93式への換装22号電単と93式水中超音機の装備、さらに爆雷兵装の増強工事なども並行して進められた。この間、初春が救出した。 三名少佐が11月から6ヶ月間、県務官庁を務めた。12月3日、海軍は、横須賀海軍交渉に入居中の駆逐艦伝の修理を優先させるため、初春の方針を除く一番砲塔を横須賀に送るよう命じた。1943年6月21日、寒冷地での行動用に、重油タンクと重油艦に加熱艦を装備する工事が命じられた。 修理と整備は、同年12月17日に完了する予定だったが、海軍は8月に、他の駆逐艦と共に修理を急ぐよう督促し、日程を繰り上げて10月2日、修理が完了。同日、舞鶴から出撃した。その後は、シンガポール、トラック島、千島などで、護送任務に就いた。1944年3月から、北海道方面で活動。 6月から洋島輸送作戦に従事した。8月5日、駆逐隊司令に石井公中佐が就任した。10月1日、大熊安之助少佐が艦長に就いた。10月15日、第21駆逐隊が所属する第5艦隊の要請で、高尾からマニラへの輸送任務を命じられ、第2遊撃部隊と分かれた。輸送任務の終了後、 ミンドロ島東を南下市民棚ナ島入り口で、第二遊撃部隊との合流を計画した。しかし10月24日、午前8から9時、第21駆逐隊は、米空母艦再起、約20の空襲を受けた。この戦闘で、若葉が、田内島西方で沈没し、昼前には、初島も、被弾、初春は戦車2名、重軽傷者19名を出した。 初春と初霜は第二遊撃部隊との合流を諦めてミンドロ島西側を北上し25日午前4時にマニラへ帰島したこの結果初春と初霜は同日未明に行われたスリガオ海峡での海戦に参加せず生還を果たした0手置き海戦で行動可能な艦艇を多数喪失した日本海軍は初春と初霜を フィリピンの陸上兵力に輸送する多号作戦に投入した。10月31日、第2次輸送部隊に駆逐艦6隻で警戒部隊を編成、戦団を護衛司令手等西岸オルモックへの輸送に成功した。11月9日の第3次隊では、駆逐艦島風、浜葉、竹と共に警戒部隊を構成し、マニラを出発。 途中で第四次隊と合流し、駆逐艦三隻が第三次隊に編入してオルモックに向かい、初春と竹は第四次隊の駆逐艦収走、霞、潮などと共にマニラへ帰島した。第三次隊はオルモック湾手前で米空母艦再機に襲撃され、朝霜を残して全滅した。初春は再び難を逃れたが、11月13日に、 マニラ湾で停泊中、米艦載機による大規模な空襲を受けた。資金弾で火災が発生、船体から燃料が漏洩して大火災となり、軍艦機を下ろして総員退去となった。沈没位置は北緯14度35分統計120度50分、北緯14.583度統計120.833度、14.583120.833。14. 当時マニラ湾にいた軽巡基礎、アケボノ、沖波、周宗も沈没、または大破着底し、同日夜に残存した、駆逐艦5隻もマニラ湾を脱出。フィリピンに残る日本の海上戦力はほぼ消失した。初春上院の一部は、マニラに、陸上兵力として、再配置された。1945年1月10日、帝国駆逐艦席から除籍された。 艦長たちの軍艦誌294から295ページによる。田原義雄少佐、1933年5月1日から1933年7月1日。田原義雄少佐、1933年7月1日から1935年10月31日丸安金と、少佐。 1935年10月31日から1936年12月1日。吉田正義少佐。1936年12月1日から1937年12月1日。新谷喜一少佐。1937年12月1日から1938年11月15日。前川新一郎少佐。 1938年11月15日から1939年11月20日、浜中周一少佐、1939年11月20日から1940年4月24日、横山喜一少佐、1940年4月24日から1940年9月27日、牧野田少佐、 1940年9月27日から1942年11月15日、山名博士少佐1942年11月15日から1943年5月20日、瞳豊治中佐。1943年5月20日から1943年9月10日、日田清少佐。 1943年9月10日から1944年4月1日、長倉義春少佐、1944年4月1日から1944年10月1日、大熊康之助賞作、1944年10月1日から1944年11月15日。ありがとうございます。